本番ではピット離れ後手に回りました5号艇天野明生。スタート展示とは並び変わるでしょうか。ボートレース三国6日間で行われてきた男女混合のシリーズディアボート三国リニューアル8周年記念競争、残すはシリーズの頂上決戦です。優勝戦第12レースです。なおこの優勝戦も安定版を使用してレースが行われます。対戦メンバーは1号艇岡村雅史、2号艇江本慎二、3号艇西橋奈美、4号艇小宮敦、5号艇天野明生、6号艇堀越優希、以上のメンバーです。インコース向かいますのは1号艇岡村雅史。これで3節連続優出、早いスタートもしっかりと決まっており、現在3連勝、絶好枠で登場です。2コース2号艇江本慎二、初日の三国選抜を含みます4勝マーク、前節に続いての連続 V を目指す一戦です。3号艇西橋奈美が3コースです。今節は地元の代表格としてレースを盛り上げてきました。地元初 V に向かってこの一走全力を尽くします。4コース角に4号艇小宮敦、シリーズの4日目以外は2連体でまとめています。5コースに6号艇堀越優希、準優では粘りの走りで3着争いを競り勝ち、繰り上がっての優出、デビュー初 V を狙う一戦。6コースに5号艇天野明生、トーチは6度の V 実績のある水面、トーチ連続優出を決めました。3対3、新入インタラ、1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。2号艇の江本がトップスタート、1号艇岡村、3号艇西橋はその続いてのスタートとなりました。逃げ体勢をそれでも作る1号艇岡村をまくりに行った2号艇の江本、打ち合いたところ3号艇西橋に5号艇天野が続きます。先頭まくった2号艇江本、打ち1号艇岡村、2艇のトップ争いに3号艇の西橋が3番手、後方5号艇の天野、4号艇小宮、6号艇堀越最後方。スタートは正常です。1周にマーク、しかし伸び返すか、1号艇岡村相当全速戦、2号艇の江本小さく回ったに3号艇の西橋ですが、2号艇の江本がわずかに前か、うち食い下がる1号艇岡村、しかし行ってしまえ、2号艇江本が先頭です。3番手は3号艇の西橋、5号艇天野が4番手、あとは4号艇小宮、6号艇堀越最後方です。先頭2号艇の江本慎二、うちをつく1号艇の岡村ですが2番手、3番手3号艇の西橋に5号艇天野が追走です。しかし先頭争い、2号艇の江本一定審査、再び迫る1号艇の岡村、大きく見咲いて3号艇西橋の後ろを5号艇の天野が4番手から迷っています。振り切りにかかります。2号艇江本が先頭で2周にマークを旋回、打ちつく1号艇岡村前を追って2番手、3番手も3号艇の西橋に5号艇天野が追い詰めていきます。3号艇の西橋打ち、外から5号艇の天野が内から続いて、これから最終周回です。先頭はトップスタートからまくった2号艇の江本、1号艇岡村が懸命に迷って2番手、3番手も3号艇西橋、5号艇の天野が内から回っていきますが、3号艇の西橋は3番手守って2番1番3番先頭と2番手の定間は4停身と広がって最終ターンマークに向かいます。前節に続いての連続 V、 通算では9度目の優勝に向かう2号艇江本慎二が先頭、打ち切り込んだ1号艇岡村ですが2番手、3番手争いは3号艇の西橋がどうやら守りきりまして、優勝戦第12レースゴールです。先頭2番江本慎二、優勝の5輪、2番手1番岡村5輪、3番手は3番西橋で5輪、5番天野、4番小宮、ラストは6番堀越が5輪です。